はいどうも、はじまきよしろです。近くなってるかな。まあわかんねえや。まあ僕ってやっぱ YouTube 論っていうものを持ってて、これがこうだと嫌だなっていうのはあるんですよ。まずプレゼント企画ですよね。一つ嫌なのはなんかそんなんで数字増やしたいかよみたいな感じでね。プレゼント企画するやつ嫌いでしょ。ヒカルさんはね、あれなんだよな。ヒカルさんは普通に元から好きでっていうのなんだよ、俺は。ヒカルさんの場合はプレゼント企画から見始めたわけじゃないかね。まあヒカルさんもね、なんかまあ、そう、ヒカルさんについては、ヒカルさんは別だけど、一番薄いやつだな。まあヒカルさんについてなんでなんだろうな、まあプレゼント企画はね。ヒカルさんが始めたってところはあるから、なのかなとかね。まあ単純に好きな人が、プレゼント企画やったらなんとも思わないですよ。つまんねえやつがプレゼント企画してんのがダメだよね。まあ俺はプレゼント企画って言ったけど、まああのね、ドキドキプレゼントっていうね、クソみたいな企画してましたけど。あともう一つはね、何月までに何人行かないとやめますみたいなやつ俺嫌い。てかタイポン何なのあいつ。なんかしれっと復活してんじゃん。ちょっとムカつかない？あいつ何なの？なんか確かにそうだよ。いや確かにタイプにはやめてほしくはなかったけど、なんなんって俺思っちゃうよね、あいつ。あ、そうだ。あ、キーって、あ、そうだ。まあいいや。いやでもな、あいつって言っちゃダメだけどさ、じゃって思うよね。タイポンフィルムズが解散なのか。タイポンさん自体 YouTube やめることじゃないと。なんだろうなって思っちゃうけどね、俺そういうのも。でレイターズどうせ解散しないでしょ、あいつら。俺レイターズ好きじゃないんですよね、ずーっと昔から。なんかね、やっぱ、面白くない。アイドルじゃん、もう。亀虫さん、顔は良くてもなんか、首がなんかね、めっちゃ長くて気持ち悪いなって思うけどね。ディスるとしたらね。まあ、いや、そりゃ、俺よりは顔立ちはいいわ。そら。でも、そんないいわけじゃないけどね。なんか、調子に乗った高校生でね。まあ、あんま好きじゃない YouTuber 多いですよ、やっぱり。レイターズが一番わけわかんないの、最近歌とかやり始めたしさ。何を目指してんだよ。なんかな、歌とかやり始めたらおしまいだよな、YouTuber って。アイドルじゃん、それって。もう、すごい顔がほんと怪訝そうな顔してんな。ね、歌出すやつ掃除てクソみたいなのあるけどね。でもなんかな、とは俺は思うけどね。まあ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 雑談だね。やっぱなんか今日話せないな、今日話せないなって。今日話せねえわ。まあいっか。なんかモニターヘッドホンの音質の良さが俺全然わかんないんだけど、やばくない？なんかなんか話す話題じゃなかったの。熱っ。すごい汗出てくるの、変な汗。まあなんか最近面白い YouTuber はなんかネタ系って言い方はおかしいけどさ、ネタ系で面白い人ってだいぶ少なくなったよね、やっぱ。いやでも真似するやつが増えたんだよな、単純に。真似ばっかしてんだよ、上位層の。それがクソだな、もう俺は。2番煎じなんで誰が見てんだよっていう話よ。
まあ俺は誰の2番煎じだろうって思うとね、分かんないですけど、まあね、でもね、最近はあんま柴田さん好きじゃないよな。でも柴田さんも頑張ってるからね、気のいいおじさんらしいからね。最終的には性格いいけど人当たりはいいんだろうな。うん、まあ商売だからしょうがないな、柴田さんも。人をディスる商売だからな。うん、ディスりたくてディスってるわけじゃないもんね、柴田さん。いやいや、今ディスってるじゃん、あの柴田信者のためにヒカキンさんを。でも最近ディスってないよね、仕事だもんな。大変だな、 YouTuber ってね。うん、大変だな。いてててて、まあ、なんて言うんだろうな、俺はなんかね、あの YouTube で稼いでいきたいけど、やっぱね、その難しいと思うんだよ、自分は。面白いんだけどね。だから、まあ、今日は全然面白くないけどな。今日は本当絶不調だよ。うん、あ、でもまだ全然眠くないからあるかな。全然面白くない、本当。俺ダメだ、雑談パワーじゃないけどね、面白パワーが溜まってないわ。なんでだ、今日本当つまんねえな。風呂入ったら面白くなるかな。まあええわ。まあね、なんつうんだろうな、まあ俺が目指す、まあ俺はこういうやり方でやっていきたいし、編集ソフトってあんま使わないでいいかなって思ってる。でも一回 YouTuber っぽいことやってみたいよね。うん、いてて。ということで、じゃねバイバイ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 、バイバイ。